れてますね、私たち。はい、で、なんだっけ、鹿島アントラーズがちょっとコテンパンにね、そう、なっちゃうから、ね、だからもうコテンパンにね、やって私たちはね、アントラーズのサポーターということで、アントラーズサポーターなんですよ、はいはいはい、みんなでね、メンバー揃ってね、観戦に行ったこともありますし、ね、うん、はい、よく行ってるもんね。そうね、まず勝つといいね。ね、とりあえずあのレイソルをあのぶっ潰すことはもうちょっとやっつけちゃうかな。もうね、あのもう二度と立ち上がれないぐらいやっつけてしまう、はい、ましょう。はい、じゃあそんなね、私たちの地元鹿島市なんですけれども、うん、皆さん、あの一部の自己紹介覚えてますか？覚えてますか？覚えてる人？ああ、ああ、もう一回、そう、あのね、さっきのね、交流、あのそのクイズじゃなくてアンケートというか、なんて言うんだろう、クイズかな、質問の時に一人も手を挙げなかったっていう大事件が起きてるんですよ。ちょっとなんでかな、なんでみんな分かってるはずなのになんでね。え、多分ちょっとね、みんな勇気がなかった。分かりやすく、もうちょっと丁寧に、うん、もう一度説明付きで、ね、はい、超丁寧に言いますんでじゃあ自己紹介したいと思います、はい、じゃあまず私から、私が今日も一日っていうので元気100倍って大きな声で、元気100倍って大きな声でしてください。大丈夫ですか？はい、じゃあ行きます。今日も一日元気100倍、あなたと一緒に頑張るるはるるんです。よろしくお願いします。イエーイ。ゆうにゃー、はい、私がその名もという時があるので、皆さんであの恥ずかしいかもしれないんですけど、あのそこはちょっと勇気を振り絞って、はい、ゆうにゃんにゃんにゃんと言っていただけると嬉しいです。3回、はい、ゆうにゃんにゃんにゃん、ちょっとだけ、ね、勇気を振り絞っていただければそれでいいのか、はい、では行きます。くりくりたるめののほんがあるその名もゆうにゃんにゃんにゃん、にゃんぎなです。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。からはい、私が皆さんにマイクを向けるんで、たった一文字見ていてください。たった一文字一文字、はい、いきます。せーの、ドーはドーナツのドー、レーはレモンのレー、ミーはミーソラのミー、ミドルテンションフルテッシモミソラです。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。レモン完璧かな。皆さん覚えられましたか？はい、もうこの際名前だけ覚えていただければ大丈夫なので、はい、はい、じゃあ早速一番最初の曲いきたいと思います。はい、一番最初の曲はですね、バトンを使うおなじみの夏の曲でございます、はい、そう、盛り上がると思うよね、はい、夏の曲なので。そう、夏の曲、すごい夏の曲がね、2部は多いです。うん、確かにね、はい、そうだね。じゃあ夏の曲盛り上がっていきましょう。バトンの動きに注目して聴いてください。夏メロ、
ありがとうございます。はい、失礼します。ありがとうございます。はい、じゃあ続いての曲なんですけれども、はい、またね、2曲続けていきたいと思います、はい、で1曲目はですね、同じ千葉県の銚子のあたりが舞台になってるらしいという、はい、ね、あのね、名映画の去年散々流行ったね、はい、そう、あのね、なんだっけ、打ち上げ花火あの打ち上げ花火の部分を違うものにして、うん、ツイッターとかでつぶやくのもちょっと流行ってたな、あ、うん、そうなの、で、そう、そんな感じのね、しっとりとしたいい曲になります、はい、もう一曲ですね、もう一曲はですね、私たちのこのオリジナル曲で、はい、最近歌ってなかったんですけど、はい、最近歌ってなかったんですけど、久しぶりにね、久々に歌うので、はい、結構盛り上がると思うので、うん、皆さん、ね、あの楽しんで聴いていただけるとありがたいと思います、はい、じゃあまず1曲目ですね、1曲目はしっとりと聴かせます、打ち上げ花火、そして2曲目がですね、レジェンドでございます、はいはい、楽しんで聴いてください。Bye.
なってしまいます、ありがとうございます。やばいね、もうちょっとやりたいよね。もうちょっとやりたいよね。もうちょっとどうする、話す話しちゃう。でもね、ほら他のねアイドルさんもいるから。そうね、待ってるからね。待ってるからね、じゃあね、もうね、うん、特にね何もそうだね、告知とかもないので、ね、今のところ、はい、うん、そう、あのね、フライヤーを配ってるんですよ、グッズ販売のところで、ね、あちらでね、インスタグラムとかアメーバブログとか、あとは公式ツイッター、ナスカちゃんツイッターなどなど、ね、他にもあるんですけど、うん、はい、あの QR コードの読み取りとかもあるので、はい、それで読み取っちゃうと簡単だと思うので、ぜひあのもらって帰ってください。はい、はい、じゃあ続いての曲いきたいと思います。曲の振りに手話が入っています。注目して聴いてください。明日の扉。
I love you っていう意味があるんですけど、うん、はい、そう、You だよね、うん、そう、I なんだよね、うん、で、L なんだよ ね、 ちゃんとね、順番に言わないとダメか I love you、 そうそうそう、で、これで I love you って意味で、なんとですね、はい、地球のどこでも通じるらしいんですよ、うん、どうやら共通語、そう、万国共通ってやつですね、そう、これね、覚えたらね、どこの国でも使えるので、もしかしたらね、I love you, I love you、 もう地球の裏側の人に恋してしまったとしても、こうすれば多分通じると思います。はい、はい、じゃあこれで私たちのステージは終わりにさせていただきたいと思います。はい、はい、続いてはですね、香取市から来てくださいました、はい、香取ジェンヌさんのステージになります。では皆さん楽しんでください。以上、鹿島ビコリーナでした。ありがとうございました。ありがとうございました。